ということで説明も済みましたので、じゃあ早速、面接美大戦でね、美大戦としませんか、乗り合わせで、行ってみたいと思いますよ。ここからがちょっと面白いのがあって、こっちに行くとね乗れるんですけど、誰かね乗り場が分かれてるんですね。同じ一番線で、森上対馬方面はこっちですよ、で奥町玉乗りだとこっちですよってなってるんです。これ何なんやって言うとですね、まあ行けば分かります。あ、私たちはね、あっちなんでこっちの方に行きますよね。ああ同じ乗り場でもね、多少乗りとか書いてあるのかなと思うかもしれませんけどね、ここは面接です。そんなね一筋縄なことはやりません。今上がってきましたが、こっちは確かに森上対馬方面からですね。でもホームの穴でこうやって分かれてること珍しいじゃないですか、ね、で乗車の9番から13番までお待ちください。こういう風になってるでしょ。こっち森川のスマホもいってなってるでしょ。これがね歩いて、でこっちに来るとあらっていう奥地を玉の井方面となっております。普通に電車もそれだけになってますよね。で乗り場も確かにこっちは奥地を玉の井とか書いてあるんですね。これどういうことかというと、うまいこと電車から来ればいいんですけどね。ちなみにさっきの、ちょっとせっかくなんでね、ちょっと諸事情があってもう一本後のやつに乗ろうと思います。こっちにも出口あるにはあるんですね。知らんかった。あ、こういう風になってんだ。で、あ、駐車場、名鉄百貨店でも一応ここから行けるんだ。行って便利ですね。で、このまま名古屋方面の乗り換えがスムーズにできる。これね、面白いですね。登って、こっちは下り、要は、こっちから名古屋方面に行く人向けに作ってますよってのが、すごくわかる構造ですよね。こういう風になってるんですね。で一番線方面やってきましたけどね、まあ、見てみるとね、こっちに来たら一番線発車の列車が頭の雪になってますね。あ、一番線じゃなかったのかな、あれって思うかもしれませんけど、不思議なことにですね、このままこちらを見てじーっと見てみると、こっちに来るとあら不思議、あれ同じ一番線で対馬行き19時43分となっております。これは一体どういうことかというとですね、6分残念までかと一番線に1分違いで次の列車がこっちってなってますよね。そんなわけあるかいなというと思うかもしれませんけど、そんなことがあるんですね。どうしてそんなことができるのか、ここからその一部始終の様子をね、お伝えしてみたいと思います。どっちから来るのかな、これ。あ、ちなみにこれ豊川稲荷行きが来るんですね。あ、じゃない、あ、入れ違いか。あ、やっぱ豊川稲荷行きや。ですからこれに乗っていけば変な話一発で豊川まで行けちゃいます。ですからそこから一つ隣の、三河一宮に行ってしまえば、実は一宮から一宮まで乗り換え1回でね、行けちゃうよというギミックもありますね。そういう、まあ JR でもいいのか、豊橋から一発で乗り換え1回で行けるっちゃいけますからね。さあ、行っておったら、あ、やってきましたね、対馬行きが。あ、一番線に入ってきた。これが私が乗る電車ですね。はい、ということで無事やってきましたね。対馬線の違い、まあ先来とった列車とほぼ同じような位置だけど止まってますよね。はい、止まります。で、ね、ワンマン運転ですから開けてね、
はい、運転になりました。さあ、くるくると回って、新安城でもなく、一宮でもなく、平吉田でもなく、加賀大路でもなく、さなげでもなく、さなげも入ってんだ。じゃあ、トヨタスも入ってんだ。へぇ、トヨタスでもなく、北京南でもなく、四十でもなく、だいぶ先ですね。対馬ですよと。ああ、そうですね。これに乗ればいいと、いうことなんですよね。まあまあまあ、時間もありますし、もうちょっとね、ホームの様子を見てみましょうか。ね、近年はすでに43分で、こっち43分に出てくる。まあ、これはもう準備できるのがいいじゃないですか。にしても不思議ですよね。同じ時間に同じホームに別の玉の雪が入ってある。なんや、で、こっちのお客さんね、あ、乗ればいいのに。電車乗ればいいのに。あれ、こっちに乗りに来ませんか。これおかしい。なんか様子がおかしいです。まあ、答えもここに書いてありますけど、そんな場から行こうかね。電車の方に。一番線です。どういうことだ。どういうことだ。でも一番線電車来てるじゃないですかね。一番線も電車止まってますよ。え？どういうことだと。止まってそう。あれ来ちゃいましたよ。もっと。同じホームに列車が入ってきましたよ。まあまあまあ、これ自体は珍しい光景ではないと思います。近鉄の古市 駅なんかでもね、要はここからね、古市から増結をして、あの、発情運転しますよとかっていうような場合とかに、ね、増解決するときに同じホームに入ることがあるんですよ。でそれにしては増解決するにしては離れてるの、おかしいぞ、おかしいぞ。まさかと思ってた。なんとこれが、これは玉の雪なんです。ということで、実は同じホーム、同じホームを使って、要は短い編成しか来ないし、ホーム上余ってんだから、もう同じホームに留めて折り返していけばいいじゃんという、なんとそういう二重検査という感じですかね、っていうのを実は行っていると。で、あ、出ましたね、玉の雪。ということで、なんと同じホームに別の方面に行く列車が止まって、ですからこれが同時に、同じ時間にブチューと決めて、それぞれ反対方向に出てくということですね。はあ、何ちゅう運転を行うんやと思うかもしれませんけど、まあ合理的ちゃ合理的ですけど、まあそれにしてもこんな光景に出れるのは全国にこう珍しいですからね。確かにたまらない。そしたらここに信号がありますよね。そう、あそこで信号で、要は場内に計測を分かれてるってことなんですよね。独特なやつを見て、まあ言うてね、ただもうすぐ出てきますのでね、私も電車に乗って、さあ、対馬まで、とりあえず対馬までね、向かっていこうと思いますよと。よいしょ。